こんにちは、豊さん、はい、中日の井上和樹新監督のもと、はい、一体コーチ、誰がやるんだろうというふうに動画も出したと思うんですけれども、まあ、多分コーチはやっぱこうたくさんいると思うよね。はい、うん、その中で、はい、ちょっと今話題になっているのが、なんと松中信彦さんに来季の新コーチ養成ということで、うん、これはちょっとサプライズでしたよね。多分まあサプライズになるのかな、はい、まあそうだな、そうですね、まあ、縁があるとは思ってない球団だったからね、もうソフトバンク一つ、うん、まあロッテとかだったら、一回、その臨時コーチとかね、あるから、あった場合にも驚かないけども、はい、やっぱり中日の、そうなんです、うん、井上和樹新監督と親交がもちろんあったということですよね。まあそうだろうな、うん、まあ松中さんといえば、ね、ソフトバンクホークス時代の黄金時代を支えた方で、2004年には三冠王に輝いた左のパワーヒッターということで、うん、まあ、ドラゴンズは今シーズンリーグ最小の373得点と、まあ、打撃力不足に悩んでそこの解消に向けた切り札として期待というふうに記事で出ていたんですけれども、はい、松中さんというとやっぱり現役時代豊さん、まあ、三冠王ですし、とにかく練習量がすごかったんです。まあ練習はするよね、練習はしてたし、まあ、そういう時代だし、また王さんがやっぱ振ったもん勝ちだって言って、はい、まあ、とにかくバットを振ってたというイメージは強いよね。はい、まあそれとまあ番組でもプロ野球ニュースでね、うん、何回か一緒になったけども、はい、まあバッティング理論というか、うん、まあそういう話もしたけども、うん、まあ合うのかなって思うよね。合えばいいなって。あ、そうですよね、うん、で松中さんというとやっぱホームランを打ってる、うん、ということは中日がそのホームランを打てる人をコーチに据えたということは、うん、やっぱり選手にホームラン、大きい当たりというものを求めるバッティングをしてほしいということなんですかね。まあホームランっていうのはさ、うん、やっぱりある程度力がないと打てないし、はい、フィジカルを鍛えると、うん、まあ長打力っていうのは自然と上がっていくんだよね。はい、だからまあそんなことよりも打つ形だよね。形、うん、まあ構えからステップしてトップの入れ方とか、うん、で振り方だとか、うん、まあそういうことじゃないの。で和田さんがコーチでいた時には、うん、はい、細川選手を育てて開花させた、はい、松中さんはどういった選手をこう開花させるっていう感じなんですかね。まあ、ブライトだとか、まあ、右と左は違えど、はい、やっぱああいう選手に着目していくのかなという、まあ、それとベテランで言えば同じ左の高橋周平、はい、まあこれをもう一度こう復活させるためにっていうのは考えるんじゃないのかなっていうふうに思うけどね。まあもちろん石川昂弥とか、はい、若手の伸び盛りっていうところもあるし、うん、そういう長打を打てるバッターに対してはすごく目を向けると思うよね。あとはやはりそのソフトバンクという強いチームで、さらにその5度の日本一を経験している、タイトルも取っている、そういった経験というか、そういう経験値も何か中日の選手に注入っていうきっかけにはなりそうですかね。ならないとは言わないよ、うん、ならないとは言わないけども、うん、それが経験が必要かっていうと、うん、それは別に必要ないよね。うん、ただやっぱ教えるということ、はい、バッティングをこう共に成長していくっていうこと、うん、まあこれを考えると寝食を共にするというかさ、はい、まあそういうふうになってくるのかなっていうような感じはするよね。うん、教えました、はい、教えました、はい、じゃなくて、うん、やっぱ教えました、うん、そうかそうかみたいな、はい、一緒に飯食ったりだとか、まあ、そのぐらいの近さに距離感という意味ではね、うん、いないとダメなのかなっていうふうには思うよね。もう徹底してマンツーマンというか、もう本当に、うん、だから一緒にっていう、全員こうどうのこうのじゃなくて、うん、やっぱりレギュラーとして使いたい、何人使いたいんだってこれから、うん、いやこの3人だけはなんとか形つけてくれと、うん、言うんだったら3人と一緒に。はい、そういうふうな感じになるんじゃないかと思うよね。全体的に言えばボケる話が、ああそうなんですね。だからボケると何もならないという。確かにそうですね。でも3人だけやるとエコひいきだって言われて他から嫌われるという難しい。いや難しいよな。だから難しいけども、やっぱチームにとっては本当に必要な人間をどう育てるかっていうのがやっぱり一番の課題だと思う。確かにその松中さんがじゃあ田中幹也選手のバッティングを教えるかって言ったら多分違いますよね。ちょっとタイプが違うし、まあでもバッティングっていうのは基本は一緒だから、教えてもいいんだよ、別に教えることがね、で全然いいんだけども、ただ今の子って縦振りなのか横振りなのかとかさ、煽りなのかっていろんなものがあるんだよ、だから松中っていう人間が三冠王を取った年が成功体験でしょ、でその体験だけを言うと、あの時のバッティングと今のバッティングの考え方っていうのは、ちょっと違う子もいるんだよね、だからそれを理解しながらできるかどうか。やっぱ昭和の人間だからさ、そうですよ。で鍛え上げられた人間だから、で王さんに教えられた人間だから、それをどうアレンジしながら注入していくかっていうことは、アレンジは大切なことだと思う。そうですね、そのまま直接だと今度違う捉え方をする選手っていうのももちろんそうだな。だから非常に今は守備はね、そんなに基本というのはずれないんだけども、バッティングってすごく基本からこう根底から覆すような理論があるから、だから非常にこう柔軟性っていうのは求められるよね、コーチにね。そうですね。そこができるかどうか。っていうのは松中にとっての一つの課題になってくるかもな。そうですね、井上和樹2軍監督が1軍の監督になり、そして松中さんは外からこう呼んできたという、中日のその野球っていうのが来年また違う野球になりそうですか。まあそうだね。だからまあ井上和樹っていうのも阪神で勉強してきて、まあ戻ってきた、松中っていうのはソフトバンクから、だからね、やっぱ新しい血を入れた方がいい。で中日っていうのはどちらかというと閉鎖的だから、そういう人事で来てるよね、まあ球団の OB をするとか、まあ今回もそうなんだけども、でも松中が来たりだとか他から誰が来るのか分かんないけども、やっぱ他から呼んで、そしたら松中の5度の優勝とか、そういうものが初めてここで生かされると、バッティングを教えるだけでは生かされない。だから森内が言うそういう経験も必要ですかって言うけど、バッティングに関してはいらないけども、まあ、そういったそのコミュニケーションを取るときにどういうことをやってきたとか、強い時は城島はこうやってたとかさ、で国防はこうやってたとか、こういう話っていうのは選手の心に響くかもな。そういう時に初めて役立つかなとは思う。そうですね、もしかするとこれまでの中日とはちょっとまた違う中日っていうカラーがここでブレンドされて、そうじゃないとやっぱ立浪監督を変えた意味がなくなるというかね、そうですね。で立浪監督が築き上げてきた、まあ、選手たちだとか、そういうものは非常にもう本当にこう目をつぶって経験をさせてきた人間たちが多いから、まあ、それを本当にどう伸ばしてやっていくか、より伸ばしてやっていくかっていうのが、まあ、課題にはなってくると思うけどね。そうですよね。まあね、監督が変わるのでどういったメンバーが主軸になっていき、レギュラーでスタメン誰が取るのかとか、やっぱ立浪監督の時はその日によって打順とか、守備位置変わってましたけど、じゃあ来年からはもう固定でいくのかとか、そういったところも楽しみですね。まあそう、まあ楽しみだな。でも固定ってなると、レギュラーがしっかり決まっていて、力を持ってる人たちがの集合体が初めてできることだからね。だからまだそこまではいかないかな、固定までは。やっぱりこう動かしながら試しながら行くポジションもあるし、そういう人間を使うんだったら打順はおのずとちょっとずれが生じてくるだろうし、だからまあこれはやっぱこうしょうがないけども、まあこれもやってみなきゃわからないけどもね、まあ井上和樹だったらなんかこううまくやりそうな感じはするけどな。そうですよね。細川選手はやっぱ4番っていうことでどうなんですかね、ここは。まあクリーンナップは外さないとは思うけどもね。そうするとじゃあ3と5誰になるんだろうとか、まあ4番じゃないかもわからないよ、やっぱ5番の方が適してる可能性もあるし。そうか、じゃあ誰4番とか。でも外国人に取ってきてガンガン打つやつだったら4番を出してもいいし。そうですね、まだ外国人の獲得っていう話は取るでしょ。取れますか、やっぱり。取らないのかな。どうなんですか、そこは。取った方がいいよね。まあカリステ選手はもうね、再契約しましたからあれですけど、ディカーソンはもうしないですし、ロドリゲスはちょっとよくわからないので今どうなってるのか。ロドリゲスは残る。それは残るでしょ。残るということは、その大きい1本打ってくれる誰かをまた呼ばないと。まあクリーンアップを打てるような人間が来てくれると一番ありがたいけどもね。そうですよね。まあそういったことも含めて、ね、ここからコンオフいろいろ動きはあるのかな。まあ動くよな。そうですよね。まあ、あとまあ楽しみだけどね、まあ、ピッチャーもそこそこいるけど、はい、まあでも草加、来年投げれるのかね。どうなんですか、もう多分間に合うとは思うんだけど、はい、そうだな、投手力、まあ、小笠原がいなくなる、はい、マルティネスがいなくなる。いや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 、まだ分かんないないではってなったら、なったらびっくりした。いやそれは困るよねと。いや困りますよ。いやだからドラフトでは必ず取っといた方がいいな。あ、そうですね。なので野手というよりかは今年のドラフトはピッチャーいきそうですね。まあ野手は育ち盛りは多いよ、うん、楽しみな選手は多いよ、うんうん、だからもうそこを鍛えればいいっていう、そこまで来てるから、はい、だからやっぱピッチャーはこう少しずつ疲れが来てたりだとか、はい、まあ、メジャー行ったりだとか、うん、って考えてる人もいるだろうしね、はい、だからまあそこら辺は補強しておいた方がいいだろうなとは思うけど。そうですね、まあ、いずれにせよやっぱり阪神でも経験がある井上和樹監督が就任した、そしてソフトバンクの松中さんが外から来た、来年は新しい中日が見られそうで、ちょっとファンも楽しみですね。あ、ちょっと強烈な血が入ったんで、そうですね、うん、だからまあ楽しみに、うん、はい、まあ、立浪監督もね、他のチームからも呼んでるし、はい、まあ、ちょっと強烈なのかな、また来た、ね、松中さんという目玉が入ってきたので、どんな化学反応を示すのか、まあそうだね、はい、楽しみです。はい。